中尾栄一は、日本の政治家。衆議院議員を務めた。山梨県出身。山梨県立甲府第一高等学校。青山学院大学文学部英米文学科卒業。早稲田大学大学院修士課程修了。元日本テコンドー連盟会長。渡辺萩町。足田仁志秘書などを経て。 1967年、無所属で第31回衆議院議員総選挙に旧山梨全県区から出馬し初当選。当選後、自由民主党の佐藤栄作総裁から追加公認を受け自民党に入党した。1973年には中川一郎、石原慎太郎らと高派政策集団、政覧会を結成し名を打った。 以来石原と行動することが多く、1980年のハプニング解散でも所属する中曽根派の意向に反して、稲葉治と共に、反主流派の太平内閣不信任案欠席に同調、1989年の総裁選に石原が出馬した折も協力した。派閥領収である中曽根康弘の信頼も扱った。派閥は中曽根康弘派。 渡辺道夫派、村上、亀井派、江藤、亀井派に属した。2000年の第42回衆議院議員総選挙で落選した直後の6月30日に若地区建設事件で受託収賄容疑で逮捕された。8月11日に5000万円の保釈保証金を支払って保釈。2004年9月最高裁判所は 懲役1年10ヶ月追徴金6000万円の実刑判決が確定。ただし、病気のため刑の執行が停止され、2018年11月の病死まで週刊、服役はなかった。水野健一の実父にあたる。息子中尾恋一は JNS の代表取締役を務めた。ありがとうございます。